一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長の寺島実郎がお送りするこの番組、寺島実郎の世界を知る力。この番組はサンスターの提供でお送りします。こんにちは、寺島実郎です。2023年10月の世界を知る力をお送りしたいと思います。この番組もですね、ついに4年目に入りました。で、 YouTube のアクセス数だけでですね、今日10月10日に収録してるんですけども、942万回ということで、これは1年にですね300万回以上のアクセスを受けてるっていうことで、この番組のですね大切さをこう心に染みてます。で、世界は一体何がどう動いているのかと、で、日本はその世界潮流の中で大丈夫なのかと、で、そういったですね問題意識でこの本質を考える情報番組っていうのを目指してます。で、今日はですね、3年9ヶ月ぶりだったんですけども、ロンドンに行ってまいりました。で、ロンドンからですね、世界と日本の今を考えると、そういう番組をお送りしたいと思います。番組の前半では、今月の世界と日本と題し、刻々と変化する世界情勢から日本の今を考察します。2019年の12月以来ですね、3年9ヶ月ぶりにロンドンに行ってきましたと。で、ここにですね、あえて今回飛んだフライトのコースを書いてみたんですけれども、これ実はですね、東京を中心にした正距方位図っていうですね、まあ、図法での世界地図なんです。これ見ていただいたら分かるようにですね、ウクライナ問題が起こったためにですね、ロシアの上空を飛べなくなったということで、アラスカの上空から北極海を抜けてロンドン入ったと。で、帰りはですね、ロンドンからウィーン、イスタンブール、そしてテヘランの北を抜けてですね、北京、ソウルの上空を通って東京戻ってきたっていうですね、ロンドンは遠くなったなと、14時間ずつ往復かかるようになりましたと。まず冒頭ですね、なぜロンドンの情報が重要なのかということについて、ちょっと皆さんとですね認識を共有していきたいと思います。で、世界の認識にとってですね、我々はとかくアメリカを通じてしか世界を見ないっていう傾向がどうしても強いんですね。で、その文脈で欧州、特にロンドンの情報は重要だよっていうのがですね、私の問題意識なんですけど、なぜか。それはですね、後でお話しするイギリスっていう国のソフトパワーにも関わることなんですけども、情報はですね、単にたくさん集まってる集積力が問題なんじゃないんですね。この番組ご覧の皆さんにですね、ぜひ共有したいのがインテリジェンスっていう言葉なんですけども、インフォメーションではなくてインテリジェンス。インテリジェンスっていうとですね、日本語では諜報なんて訳しちゃいますから、スパイ大作戦みたいなやばい世界なのかっていうふうに思うかもしれませんけども、そうじゃないんですね。要するに統合された情報って言いますか、優先度を見極めたですね、解析された情報っていうものをどれだけ持ってるかがですね、問題の解決力にとってはものすごく重要なんだと。私、長いこと国際情報の世界動いてきてますけれども、例えばこの番組でも何度も話題にしたですね、ロンドンエコノミストにはインテリジェンスユニットっていうのがありますよと。ここにですね、例えば今年の2023年について、昨年12月に世界はこうなるだろうっていうロンドンエコノミストの展望っていうのが出てるんですけども、これは単にですね、専門家情報を閉じたような情報じゃないから重要なんですね。インテリジェンスユニットがですね、優先度、次の世界のキーワードは何だっていうところにバーンと踏み込んで分析してくると。で、その力がですね、情報には重要なんですね。で、そういう文脈で、まあ、オックスブリッジはじめとするですね、アカデミズムの蓄積、さらにはですね、戦略研究所だとか、チャタムハウスのようなですね、伝統のシンクタンクで、さらにメディアもですね、例えば僕今日本で出回ってる本の中で、このヘイミッシュ・マクレーっていう、これもイギリスのですね、情報に大きく関わってきた特にメディアの人物なんですけれども、2050年の世界っていう本が日本でも日経からこの間翻訳されて出てます。これはですね、2050年に向けてロンドンからの目線で世界はこうなると思うよっていうですね、非常にプライオリティをよく認識したですね、分析っていうのはこう出てきてる。で、つまりですね、ロンドンがなぜ重要なのか、
情報の集積点であるよりもですね、情報をですねインテグレートして世界をこう見るっていう、これもまたそれなりにですね偏りもあるんですけれども、我々にとって大変示唆的なですね活動をしていると、その情報の集積点に行ってきましたと、こういう話なんですね。続いては英国のコロナ事情、多数の死者を出してしまった苦闘と教訓を考察。第一の話題はですねコロナです。で、我々ですね、まあ、コロナのトンネルを抜けかけてるんですけれども、なかなかこうもがき続けてます。そのコロナの苦闘と教訓っていうパネルを作ってみたんですけども、まあ、イギリスも大変だったんだなっていうのがですね、向き合ってみての大変な思いです。で、イギリスですね、ここにあるように、まあ、今日までに約23万人の人がコロナで亡くなりましたと。で、日本はですね、今日現在約7万5000人の人がコロナで亡くなってしまったと。で、アメリカ118万人なんですね。で、致死率、まあ、かかった人が死んじゃった致死率なんですけれども、大体アメリカとイギリスって似たようなもんなんだなと。これが世界のトップクラスです。で、日本はですね致死率においては比較的低いっていうことですね。ちょっと胸張れそうなんですが、ちょっと考え込んでみたい。で、イギリスですね、やはりコロナによって深く傷ついてるんだなっていうのが印象だったんですけど、それはなぜかというとですね、皆さんイギリスについてどういうイメージを持ってるかなんですけれども、ゆりかごから墓場までっていう言葉がありましたと。で、イギリスっていうのはですね、やっぱり産業革命が先行して、産業技術が習熟した国としてですね、まあ、一種の何て言いますか、社会福祉国家の見本みたいなもんだっていうのがですね、イギリスの要するにイメージだったと思います。ここに書いてある NHS っていうですね、国民保健サービスというふうに訳しますけども、これが機能してるっていうのが、まあ、イギリスの誇りだったんですね。ところが今回それが破綻したというか機能しなかった。まあ、予算の削減があったとかいろんな議論があるようですけれども、要するに、コロナに対応しきれなかったと。ただですね、ちょっと苦笑いなんですけども、イギリスのいろんなその人と触れてるとですね、例えば運転手に至るまでがですねコロナの話題だと、いやアメリカよりはマシですよって話が必ず出てきます。どうしてっていうと、アメリカ118万人死んだってその数の問題だけじゃなくてですね、あの国では全て金次第だと。6000万人以上の人がですね健康保険にさえ入れないと。なるほどですね、イギリス、まあ、そのいわゆる NHS が機能しなかったかもしれないけども、それでもですね苛立ちながらも順番待ちでですね薬ぐらい届いたと。アメリカの場合にはですね、金次第で薬も手に入らずに死んでっちゃった人がいるんですよっていう類の話でですね、アメリカよりはマシだろんってなります。だけど世界ですね、実は今医療の世界が金次第って言いますか、要するに豊かな人は医療が受けれてですね、豊かじゃない人には格差があるっていう傾向が世界中ひたひたと進行してるんだなっていう印象があります。で、そこで日本の教訓っていうことなんですけれども、日本は7万5000人ぐらいで住んでるから結構だというふうに思いがちですけども、そうじゃないと。大きな教訓を残してると思います。例えばこれだけもう4年近くなりますけれども、国産ワクチンが結局ですね開発が遅れた、作れなかった。で、これは一体どういうふうに総括すべきなのかですね。で、さまざまなやっぱり壁があったと、4つのプロジェクトが進んでると言ってたんですけれども、そこに横たわってた問題っていうのは正面から検証すべきだと思います。それからもう一つ、コロナ病床が確保できなかったっていうかですね、で、要するに統計上は OECD で日本はですね一番病床数が多いっていうのに胸張ってたんです。ところがですね、肝心のコロナに対する病床が確保できなかった。これは日本の医療体制に重大な欠陥があるんじゃないかということを示唆してます。で、このことについてやはりですねしっかりした検証することが重要と。で、もう一点ですね、この世界の教訓ということに触れておきたいんですけれども、必ず来ます、次のパンデミックが。アフリカ熱帯感染症なんて言い方するわけですけれども、まあ、動物由来の熱帯感染症っていうのがですね変異しながらも襲いかかってくるっていうかですね。で、それに対してどう向き合うのか。で、これ大変な教訓を残してます。先進国だけがワクチン確保できれば結構ですよねなんて話じゃないんです。要するにですね、世界中を見渡して格差と貧困がどんどん広がる中でですね、公正な、例えばワクチンだけじゃないですね、医療体制含めてですね、分配っていうものが問われてくることになるだろうなというふうに思います。これがですね、我々が向き合わなきゃいけないコロナの教訓だったんだなというふうに私は思ってます。この後は EU を離脱した
英国の変化について寺島が語る。2つ目の話題なんですけども、ここにブリグジットからブリグレットへと書いてあります。でイギリスにとってですね、まあ、コロナのトンネルは実はですねブリグジットと同時進行したっていうのがですね大変重要だと思います。で考えていただいたら分かります。2020年のですね1月31日だったんですね。イギリスがブリグジットに踏み切ってですね、ジョンソン首相が強行離脱みたいな形でついに欧州から出てったと。で1年間のこの移行期間っていうのがあったんですね。ですからちょうど2020年の1月っていうのはコロナなるものがですねこうバーンとこう登場してきて、我々がギョッとなった瞬間、あの年のですね1年間をイギリスはブリグジットと格闘してたんだなっていうことがこうピンときます。であれからですね、まあそれこそ4年近くが経って、今イギリス国民はですねあのブリグジットをどう考えてるんだろうかっていうふうに皆さんも思うと思います。でさまざまな世論調査の結果があるんですけども、大体ですねイギリス国民の約6割がですねブリグジットに対して反省的って言いますか、要するにあれは失敗だったんじゃないかっていうふうにですね思い始めてる。ナショナリズムに駆り立てられたユーロリベラリズムの反発ってありますけども、まあ、それは何だって言って、まあ、イギリス人のプライドっていうかですね、まあ、要するに大陸側の欧州に対してイギリスは第二次大戦の時ですね、まあ、大陸側の欧州を面倒見て支援してですね、まあ、要するにヒトラーと戦ったっていうかですね、でイギリス中心の欧州のですね、まあ、要するに再編とかですね、そういうものを常に視界に入れてきたんだけども、どうもですねドイツフランスの力に押し切られてってですね、ユーロリベラリズムっていうかブラッセルのですね官僚たちによって差配されると、不愉快だというですね、それをですねナショナリズムに火がついて、まあ、出てっちゃったと。で私あの時のですね、これ2016年の選挙だったんですけれども、あの世代間ギャップっていうのを思い出します。あの時の分析、私のこのユニオンジャックの矢っていう本の中に詳しく紹介してるんですけども、43歳以下の若者はですねイギリスが欧州から出ることに反対にマジョリティを取ったんですね。43歳以上の、まあ、いわば年寄りがですねブリグジットに拍手を送って、まあ、要するに出てっちゃったと。あれからですね、まあ、6年7年と経って、今その43歳だった人たちが50歳ぐらいにたどり着いてます。でそういう中でイギリスの要するに空気がですね、ブリグレットっていうのは、リグレットっていうのは残念だったっていう時によく使うリグレットとですねブリグジットを噛み合わせた言葉なんですけども、いやーやっちゃったけども失敗だったよなって思い始めてる。ただしですねこれ世論調査で今政党支持率見るとですね、保守党の政権なんですけども労働党の方が明らかに優位になってきてるっていうのを感じます。で労働党の指導者っていうのは概ねですね、まあ、欧州回帰っていうことを主張しているような人たちが多いんでですね、単純に言うと来年のまあ選挙で、労働党が政権でも取り返したらですねイギリスは再び EU に戻るのかなんていう見方する人もいると思うんですけども、話はそう単純じゃないっていうかですね、僕はこのブリグジットの期間にイギリスっていう国の空気がですねやはり一つ変わり始めてるなってことを感じます。その理解のキーワードがここに書いてあるグローバルブリテンなんですね。つまりですねもう一回イギリスをですね欧州の島国っていう視点から大英連邦ネットワークの視界でですね形作ってみようっていう方向に苦しみながらもイギリス進んだって言いますか、イギリスはですねこれ考えていただいたら分かります、英語圏の人口、つまりかつての英連邦のですね足跡の上にですね世界人口のうちの24億人が英語圏だと言われてます。そのポテンシャルをですね生かす方向にイギリスは進むしかないんじゃないかっていうのがですねユニオンジャックの矢の問題意識だったわけです。これ私のこのユニオンジャックの矢っていう本がですね5年前に出てるんですけども、まさにその時私が考えてた方向感で進んだって言いますかですね、イギリス、それから中東のドバイ、インドのベンガルール、シンガポール、そしてオーストラリアのシドニーをつなぐラインをユニオンジャックの矢と言いますっていう問題意識だったんですけれども、で実にその通りにイギリスは進んでます。これ今年まさにその方向がはっきりしたわけですけども、イギリスがアジアの貿易自由化の仕組みである TPP に入ってくるというわけですね。
だけどこれ物の筋道分かる人ならですね、 TPP っていうのはもともとシンガポールが旗振ってた構想だったんです。ですからそういう脈絡で考えたらですね、イギリスが英連邦ネットワークの中で次なる発展とか次なる展開を考え始めてる、その象徴的な出来事がイギリスの TPP 加入って、これはですね何を意味してるのっていうとですね、1968年にイギリス軍がスエズ運河の東側から引き下がるっていうことが起こってですね、覇権っていうのがですね、つまり中東からアジアにかけての軍事的な覇権がアメリカにとって変わられるっていう出来事が戦後の大きな流れだったんですけども、イギリスが再びアジア帰りっていうかですね、アジア回帰っていうのを見せてきてると。でまたですね、イギリスが中国封じ込めのですねクアッドっていう4カ国の、つまりアメリカとですねインドと日本とオーストラリアのですね4カ国のアジア版 NATO なんて言い方する人もいるんですけども、中国封じ込みの力学に入ってくるんじゃないかっていうことを話題にする人もいます。だけどですね、インドが非同盟である限りですね、イギリスがそういう形でもって入ってくることを必ずしも是としないっていうことで、僕は話は単純ではないと思います。ただこの間ですね、つまりこの約4年近くの間にイギリス外交が大きく変わったと思われるのが、ここに書いてある中国との関係なんですね。これ中国との関係が強烈に悪化してきた。どうしてっていうとですね、2020年まさにブレグジットの年に中国がですね、香港をめぐる国家安全維持法っていうのをですね持って縛り上げてきたっていうのを思い出す人います。あれに対する反発ですね、イギリスの。イギリスと香港の関係は皆さんもご存知だと思います。でイギリスっていう国はですね、我々から見ると驚くほど新中国派って人たちが厚く存在してるんですね。びっくりするほどです。例えばキャメロン政権の時代、2010年から2016年頃ですね、ついこの間です、ブレグジットを決めた政権です。一帯一路のまるでパートナーのごとくイギリスは振る舞ってたっていうかですね。どうしてっていうとですね、 AIIB 構想っていうアジアインフラ投資銀行の総裁はイギリス人がやってるだとかですね、イギリスの原子力開発は中国がプロジェクトをですねどんどん推進してるだとかということで、大丈夫かなっていうほどイギリスはですね中国に前のめりに踏み込んでたって言いますか。で実は伝統的にですね、イギリスっていう国は中国との関係が深いんだってことをさっきからニュアンスで語ってますけども、それはアヘン戦争以来ですね、香港っていう問題を抱えてて、例えば1949年に毛沢東の共産中国が成立した瞬間にイギリスは中国の本土の政権を承認してます。アメリカはそれから1970年代のですねニクソン訪中だとかキッシンジャーの秘密外交っていうあたりまで台湾に引っ張られ続けた。本土の政権を承認できなかったと。アメリカとイギリスの外交の差がそこにあるんですね、アジア政策の。そのイギリスがですね、伝統の新中国路線っていうものを切り捨てて、要するにアジア回帰してきたっていうかですね。でこの持つ意味が非常に重いだろうと僕は思います。欧州のですね将来の形っていうのが話題になってくるわけですけども、今ですね欧州全体を見た時にですね、後でお話しするようにロシアが急速にやはりウクライナ侵攻をきっかけに欧州から孤立し衰退っていう言葉を使っていいぐらい経済的にも低迷し始めてます。でそれをじっと見つめてる欧州の国々は、で同時にですね出てっちゃったイギリスがどうなるんだろうかっていうことですね。そのつまりグローバルブリテンも結構だけどですね、つまりかつての、まあ、植民地帝国としてのですね、土壌の上に新たな展開をしようとしているイギリス見つめてるっていうか、僕は欧州の国々の目線は今ロシアとイギリス見つめてると思います。その成否を見ながらですね、 EU の周辺国、 EU っていうのは基本的にドイツが中心になったですね仕組みです。ドイツとフランスの和解のプロセスからできていった仕組みです。で周辺国からしてみるとですね、今後どうなっていくんだろうっていうことを、まあ、ある種の疑心暗鬼で見守ってるって言いますか。ですから欧州の形はこうなるだろうって、まあ、決めつけない方がいい。ものすごく状況が流動的になってきたんだなっていうのが今回のイギリスでの印象です。この後はウクライナ侵攻が EU を離脱した英国に与えた影響を考える。で昨年のですね2月のロシアのウクライナ侵攻がですね、イギリスの外交というかイギリスに何をもたらしたのかということを、まあ、大変僕は興味を持って向き合ったんですけども、
大きなパラダイム転換が起こってるなと。まずですね、これある種のパラドックスなんですけども、欧州から要するに出てったイギリスがですね、孤立していくんじゃないかと思った瞬間にウクライナ戦争が起こったもんだから、皮肉なことにですね、 NATO の結束っていうのは必要になっちゃったわけですね。で、 NATO が復権してきちゃった。で、 NATO っていうのは米英と大陸側の欧州がですね、まあ、カナダも入ってますけども、その仕組みで、まあ、要するに、ウクライナ侵攻に対して結束しなきゃいけないっていうことになってですね、でイギリス、例えばそのジョンソン元の首相ですけれども、やけにハッスルしてウクライナゼレンスキーに会いに行ってたななんてことを思い出していると思うんですけど、イギリスですね、役割意識に燃え始めたわけですね、 NATO の復権ということで。で、ところがですね、若干状況が変わってきたなっていうのが僕の印象だったんですけども、戦争が長期化してきた、で各国の態度、 NATO の結束っていう中からですね、だいぶ温度差がこう見えてきたなと。で、まずですね、NATO の本音としては、これはっきりしてきてるのはですね、ロシアとの直接対決って言いますか、直接戦闘になることは何としてでも避けたいと。ウクライナは後ろからなんとなく応援してる風情っていうのは大事だけどですね、それが世界戦争にでもなって NATO 対ロシアの戦争になっちゃかなわねえからってことで、そこに線引きし始めてるなというためらいっていうのがこう見えてきてます。で、さらにもう一点ですね、このゼレンスキーなるこのユダヤ人の、まあ、要するにウクライナの大統領のですね、したたかさに対するある種の困惑って言いますか、これ抱きつき心中って言葉ありますけども、我々は正義の戦いをしてるんだっていうことでですね、やけに世界を巻き込んでいこうとするわけでも、その抱きつき心中に付き合ってるのも限界があるよなっていうふうに思い始めてきてると。で、そこに不思議な言葉があるんですよ。ウクライナはゴリアテですね、立ち向かうダビデではないっていうことをですね、欧州の首脳で語ってる人がいるんです。それは何かっていうとですね、悪人である巨人ロシアに立ち向かうですね、正義のダビデではないっていうところにですね、まあ、要するにその意味合いを込めてると思うんですけど、イギリスでさえ微妙です。例えばですね、ウクライナ兵を訓練するためイギリスでもって訓練してるんです。だけどですね、英国の兵隊をウクライナに送って、じゃあ訓練に当たらせるっていうことに一旦コミット仕掛けたのにですね、慎重に行きたいっていうのがですね、今の首相のスタンスで、イギリスでさえ空気変わってきてるなって僕はこう感じます。で、そこでなんですけども、ロシアの疲弊とプーチン体制のいわゆる混迷っていうことになってます。例えば番組でも言ったように、ルーブルの下落が象徴しているようにですね、国際社会からの孤立、制裁がですね、完全にボディに効いてきます。だけど、じゃあプーチンという体制を転換できないままですね、衰退していくのかなと。これ下手すると来年の大統領選挙でまた10年ぐらいですね、プーチンがやることになりかねないっていうのが今の状況なんで、なぜ、これ思い出してもらいたいパネルがあるんです。これ番組のですね、第17回から23回ぐらいにあたって、ロシアの真相分析に入っている時のパネルの一つなんです。なぜロシア人はですね、プーチンを支持し続けるのかっていう時に、要するにソ連が崩壊した後ですね、国際的なユダヤネットワークがバックアップしているもんですから、ロシアのですね、経済界っていうものはあっという間にこの表の持つ意味が分かると思います。つまりユダヤ系の人たちがですね、当時のロシア分析に必ず登場してきたオルガルヒってですね、新興財閥っていうのがですね、ロシアの経済をこれから引っ張っていくと。で、そのほとんどがユダヤ系だったんですね。これをプーチンは2000年に就任してから叩き出したっていうかですね、実は深層心理の中でですね、ユダヤ系に乗っ取りかけられたロシア経済を取り戻したという意味において、プーチンに対するロシア人のボトムライン的支持があるんだっていうこと、これはですね、いろいろ議論してて感じます。で、そこでなんですけども、ここにですね、その、まあ、ユダヤネットワークにおけるロンドンの役割っていう意味なんですけども、この不毛な地域紛争という見方が次第に出てきてるというかね、世界戦争にしちゃいけないと、不毛な地域戦争なんだと。で、実はですね、ロンドンっていうのは、先ほど情報におけるロンドンの重要性って言いましたけど、インテリジェンスの中心地と言われてます。人口の4割が外国人だと言われてます。で、中東から、あるいはもう世界中からですね、ある面で問題を抱えたレフュージーキャンプって言い方ですけども、イギリスに逃げ込んできた人たちを含めてですね、ロンドンを舞台に活躍してる人たちって結構いるんですね。これ皆さん思い出してますけど、アブラモビッチっていうですね、ユダヤ系の人がイギリスの一番の金持ちだっていう時代があったんです。これロシア系のですね、ユダヤ人なんですけども、
プーチンファミリーとまで言われてて、実は最初にあの戦争が起こった時に仲介者のようにプレーしてたんですね。あの例のサッカーチームを持ってたこのアブラモビッチです。つまりチェルシーを持ってた人で、売却してそれをウクライナ救済に使うとかいう話題がこう飛び交ってたんですけど、これ今ですね、謎のごとくこのアブラモビッチが消えてるっていうかですね、舞台から。この戦争に関してちょっと大切なことを一言言っておきます。この戦争の停戦とか和平に向けてのキーワードがここにあるんだなっていうことに僕気がつき始めたんですけれども、議論してて感じることなんですけど、 NATO とクリミアっていうのをですね、よく頭の中に入れておく、この2つのキーワードをですね、これが今後ウクライナ戦争がどうなるのかっていう時に重要だと思います。どういうことっていうとですね、あの100歳になったユダヤ人の、まあ、国際政治学者ともいえるキッシンジャーがですね、ここのとこ大切な発言してきてます。つまりですね、キッシンジャーっていう人はつい数年前まではですね、ウクライナを NATO に入れることは許した方がいいと、それ自体が紛争の火種になるっていう立場だったんですね。彼は現実主義者だから。ところがですね、ここのとこ彼はウクライナの NATO 加盟を支持するっていう態度に変わり始めてます。それはどういう意味かっていうとですね、 NATO に加盟するっていうことは集団的安全保障ですから、ロシアが軍事攻撃したらですね、 NATO 全体がそれのために戦うっていうことになっちゃいますから、ウクライナにしてみれば安全保障が担保されると、そこをまず条件としてボトムラインとして踏み固めると。同時にウクライナにですね、例えばクリミアの放棄ですね、2014年にロシアが強硬にですね、要するに併合していったクリミア半島を諦めろっていうことをですね、暗に匂わせてるんです。でそれに対してゼレンスキーがすげえ反発してます。でだからこそですね、ここのとこへ来てクリミアに対する攻撃っていうのがやたらに行われてんだなっていうことにピンとくるはずです。俺たちはクリミアを諦めないよっていう意思表示なんですね。だけどこのあたりが今後ですね、もう早くこの地域紛争を収束させたいって人たちにとって、ウクライナの NATO 加盟っていうこととですね、クリミアをどうするのかっていうのが一つのポイントになってくると。でクリミア以外に今ロシアに占拠されるドンバス地域っていうのがですね、まあ、例えばですね、国連の、まあ、いわばその国連軍を派遣してですね、グレーゾーンにしておくだとかっていう形が停戦条件になるのかどうか別にしまして、何やらですね、静かに停戦和平に向けた条件に関するキーワードみたいのが見え隠れしてきてるっていうのが一つのポイントです。最後にこの関連でですね、私のこのダビデの星を見つめてっていう本をこの番組で何回も触れてきてますけども、このまさに番組の収録の直前にですね、パレスチナでですね、ハマスがイスラエルを攻撃するっていうことが起こりましたと。で中東はですね、火薬庫って言われてるんですけども、このウクライナ戦争が微妙に影響しながらですよ、ハマスの背後にはイランがいるんです。でイランの無人機っていうの、戦機がウクライナを攻撃してるっていうことで、その兵器がどんどん今ロシアに流れてるんですね。ロシア、イラン、ハマス、パレスチナっていうこのネットワークとですね、強烈に技術力を高め、強烈に軍事強国化しつつあるイスラエルのですね、緊張関係っていうものが臨界点に近づいてきますよってことを僕はこの本の中で指摘してるんですけど、まさにそれが起こっちゃったっていうかですね、これがですねどうなるのか、つまりウクライナ戦争を一つの潜在要素としながらですね、中東の地殻変動が起こってると。でしかもその際ですね、ユダヤファクターっていうのが微妙にこの歴史の力学を突き動かしてるんだっていうことをしっかりと頭に入れておくべきだろうと私は思います。この後は日英のコントラストを踏まえ、日本の国家構想を寺島が語る。あの前回の番組でですね、私は日本っていうのは国家構想に欠落してるんだっていう話をしたところですね、多くの方から共鳴とですね、じゃあ日本の国家構想寺島さんはどう考えるんですかっていう質問とかですね、届いてます。私これからですね、何回かに分けてこの番組でですね、じゃあ日本はこう進むべきなんじゃないかっていう話を、まあ、続けてってるわけですけれども、今日はですね、日本とイギリスとのコントラストの中で日本の国家戦略っていうものを考えてみようっていう話をしてみたいと思います。で前半のイギリスの話踏まえてですね、このパネルよく見ていただきたいんですけども、イギリスと日本っていうのはですね、アメリカにとっての東西の同盟国の軸なんです。ユーラシア大陸の東側の軸が日本、西側の軸がイギリスなんですね。
それの意味するところです。世界 GDP に占めるですね、比重っていうことなんですけども、2000年21世紀を迎える頃ですね、イギリスと日本とアメリカとでですね、だいたい世界 GDP の 50% だったんです。で、去年それが 32% になりましたっていうのがそこの数字の意味なんですけども、考えていただきたいことがあります。で、我々はよくアメリカの水防っていうことを簡単に言っちゃうんですけども、アメリカからすればですね、俺の水防じゃないと、イギリスと日本、つまり同盟国の水防なんだっていう視点が出てくるのはこのパネルなんですってことなんですね。日本人として知らなくちゃいけないことがあります。この間岸田さんが国連に行ってですね、国連改革、日本がですね、国連の常任理事国になりたいっていう意思を長いこと表明し続けてるんですけども、この事実を頭に叩き込んでおくべきです。で、日本人として世界を議論するときにものすごく大事なことをちょっとここに横にメモしてみたんですけども、2000年、つまり21世紀迎えること、日本はですね、非常任理事国でありながらですよ、常任理事国じゃないのに国連の分担金 21% になってたんです。とか、それがですね、2022年には 8% にまで落ちてきています。で、これは GDP に比例してそうだからなんですね。で、中国は 12-3% にまでもう増やしてきています。国連は株式会社じゃないからですね、金持ってるから発言力があるなんて単純な話じゃないです。だったらですね、ソフトパワーなんですね。イギリスの時に盛んに使ってる話なんですけども、要するに掲げる理念だとかですね、主張していることの正当性っていうのはいかに大事かっていう流れがここで見えてきます。そこでなんですね、この今回痛感したことをお話していくんですけど、日英のコントラスト、分かりやすく言うとですね、国家の信任をかけて我々は発行してるんですね、通貨っていうもので。イギリスについて言うとですね、実力以上のポンド高に持ってってます。で、日本はっていうとですね、産業とか購買力陛下のですね、実力から考えたら異様な円安っていうかですね、150円前後まで円安になってしまってるっていうかですね、つまり国民経済にとって皮肉なコントラストなんです。イギリスの方は実力以上に自分の通貨を強く持ちこたえてるから、国民にとっていれば輸入インフラをインフレを食らわないんですね。日本は今物価高で大変だっつってますけど、なぜ物価高なのって言ったら、簡単に言うと輸入インフレを食らってるからです。で、食料エネルギー50兆円買ってるけどですね、量を一切増やさなくても、今年の円安の傾向でいうと去年よりも6兆円国民負担が増えるんですね。で、そういうことを考え合わせるとですよ、イギリスでの議論のボトムラインで、その赤いとこなんですけども、不思議の国の日本っていう言い方がありまして、不思議の国のアリスの国なんですよ、イギリスは。なぜ日本はですね、世界と逆行するようにですよ、異次元金融緩和を意地になって続けてるんですかという質問がきます。からもう一つの質問はですね、財政赤字を散々積み重ねながら、なぜですね、日本ってさらなる財政出動っていうんですか、例えばエネルギーの補填、つまり補助金だの助成金を続けるのかと。ここにあるようにですよ、イギリスっていう国に比べたらですよ、GDP に対する公的負債ですね、つまり債務 264% っていうのは日本なんですね。イギリス100もないんですね、 87%、 アメリカ 122% っていうのはこう目につくと思いますけども、つまり異様なまでに財政出動をかけて赤字国債を日銀に持たせ続けると。で、異次元金融緩和を続けると。で、なぜ正常化できないんですかと。これはですね、知らないで聞いてるんじゃないんですね。日本を研究している専門家がですね、こぞってですね、要するに聞いてくると。で、私はですね、日本人として、このアベノミクスと言われているものをですね、どういうふうに総括して次に前向きのシナリオにつなげるのかっていうのが、日本に問われている国家戦略の軸になってくるだろうと思います。これ間違いなくですね、この番組が流れた後ですね、日本ではこの解散ムードっていうのがこう高まってくるだろうと思います。総選挙ですね。で、その時日本国民として本気で考えなきゃいけない。で、安きに流れてですね、円安にして輸出産業のハードル下げようとかですね、金融をジャブジャブにして株高に持っていこうなんていう形で、それに依存しすぎた、変な言い方ですけど、エビ反りやってるうちにですね、反りすぎて骨折しちゃったっていうかですね、簡単には戻せない状況に入っている日本をどうするんだい、これが大変大きなですね、コントラストなんだろうというふうに思います。そして日本の国家構想について、通貨の価値の視点から寺島が読み解く。
国家構想としての通貨の価値っていうことについてちょっと皆さんと一緒に考えを巡らしてみたいと思います。でまず見ていただきたいのはですね、日本円の国際的な評価価値のですね推移っていうパネルをこう作ってみましたと。これまでも何回かですね触れてきてる点ではあるんですけども、日本という国が円という単位の通貨を採用したのは明治4年だったんです。で出発した時のですね日本円っていうのはですね1ドル1円でスタートしたんですね。で1940年、つまり真珠湾攻撃の前の年ですね、戦争に突っ込む前の年、日本円の国際的な実勢価値は1ドル2円ぐらいだったんですね。つまり1ドル2円で日本は戦争に突っ込んだんです。で戦争に負けて日本円はどうなった。で進駐軍のもとにですねドッジラインっていうのが出てですね、1ドル360円の固定レートになったわけです。わかりやすく言うとですね、敗戦っていうのは日本国にとって自分が発行している通貨の価値がですね2円から360円ですから180分の1に貶められたっていうことも意味するんですね。そっからなんですね、我の先輩たちが戦後なる日本を作るために戦った経済、つまり工業生産力モデルの優等生って言い方を今までもよくしてきましたけども、産業力で外貨が稼げるような国を目指そうっていうことですね。鉄鋼産業、エレクトロニクス産業、自動車産業、化学工業、外貨の稼げる産業群を育ててですね、日本を復興成長というプロセスに入ったと。で1971年、ニクソンショックっていうのが起こったわけですけども、分かりやすく言うとですね、日本円は安すぎるっていうですね圧力のもとに、要するにびっくりしましたね、私まだ大学生だったんですけども、為替は動くんだと、360円だとばっかり固定レートで思ってたからですね。で85年に今度はプラザ合意っていうんで、さらに円高の方に進んだと。で円高に円高にと進んできてですね、つまり産業力、国家のですね力がつくにつれてクリーピングにですね、緩やかに円高に円高にと持ってった。で2011年、これ2011年というのはあの 3.11 の年だったんですけども、これ戦後の日本でですね一番円高のピークだったのが約75円だったんですね。ですから今半分の価値になっちゃったんだというふうに考えれば分かりやすいだろうと思います。でどうしてそうなったのか、つまり2012年以降の十数年を振り返っていただきたいんですけども、分かりやすく言うとアベノミクスっていうのはデフレからの脱却を目指した調整インフレ政策だったんですね。金融をジャブジャブにしてなんとかインフレに持っていこうと。で金融政策に過剰に依存したですね脱デフレ戦略だったっていうかですね、あの時の円高かなわねえなっていう気持ちがあったのは分かります。だけどですね、まあ購買力平価での円の実力をどれぐらいだと見るかですね、今は110円もないんじゃないかっていう人もいますけど、まあ110円から120円のあたりがですね物価で見た 円の価値の均衡点だとするならばですよ、極端なまでの円安に触れてるっていうかですね、輸出産業のハードルを低くするためにですね円安誘導と、それから株高誘導、つまり上場企業にとっては金融がジャブジャブになってですね株が高くなってくれることは大変結構ですから。で安金に流れたんですね、これ日本人全体がですねなるべく楽勝モードって言いますか、緩やかにクリアしていく方向に流れたと言っていいだろうと思います。でところがですね、この点すごく僕今月のポイントで皆さん頭に入れていただきたいんですけど、日本円はですねアジアで最も弱い通貨と言われ始めていることに気がつかなきゃいけないと。今まではですねウクライナ戦争が起こってインフレ、資源物価上昇、それに対してですね欧米先進国はどんどん金利上げていったと。それがドル高、金利が引き上げられてるから日米の金利差でドル高が円安に持ってってるんだっていう認識が今まで一般的だったと思います。ドルに対してだけ安くなってんじゃないんですね、その表をよく見ていただきたい。要するにこのわずか1年間ですね、1月から9月までの間にシンガポールドルに対して日本円は 25% 落ちてます。タイバーツに対して 20% 落ちてます、価値がですね。インドネシアルピーに 20%、 フィリピンペソに対しても 15% っていう形でもって、アジアの通貨に対してことごとく落ちてきてます。でそれは何を意味してるかなんですね、単に日米の金利差が背景にあるんじゃないんです、日本に対する信頼の揺らぎなんですね。大丈夫なのかと、日本という国の経済政策はと。先ほどちらりと触れましたけども、輸入インフレについてしっかりちょっと触れておきたいと思います。昨年日本はですね食料品を9兆5000億、エネルギーですね鉱物性燃料を33兆5000億、
つまり海外から43兆円食い物とエネルギーを買いましたと、化石燃料ですね。で去年に対して約 14.5% の円安化が進んでますから、43兆円にですね、円安要素一切量を増やさなくてもですね、49.2 兆円になっちゃいます、円安の要素だけで。つまり分かりやすく言うとですね、何にも輸入量を増やしてないのに、為替の要素だけで6兆円分輸入の負担が増えるということなんですね。6兆円っていうイメージ分かりますかってことです。これ日本国にとってですね、盛んに話題になっている防衛費の総額がですね、約6兆円前後ですから、これまでそれほどまでのものを国民負担になるってことですね。ですからこの円安誘導政策がもたらした政策的なですね、政治的な円安になっちゃってるんですね。だからそれがですね、日本国民の窮乏化っていうのかな、大変ですよねってあえいでる状況になっちゃってると。ただですね、不思議だと皆さんも思われると思うんですが、なぜ日本国民の中に危機感が深まらないのか。これはですね、一言言ってしまうと円というブロックの中に囲い込まれてるからですね、国内で完結している構造っていうの中から一歩も出ないからですね、まあ、それを島国というのかですね、例えば国債、赤字国債をこれだけ発行してますけども、国債の今 53% は日銀が保有してるっていうようなことになってます。つまり自分の国の中央銀行が赤字の国債全部引き受けてくれるっていう枠組みの中で言ってるからですね、ダメだ日本の国債はっていうことでもって、外国人が売りに出ないから安心だっていうような捉え方がこうどうしても出てきちゃうと。それから家計金融資産のですね、なんと 96.5% が貯金にしろ投資にしろ 円投資なんですね。分かりやすく言うと国内のものに向かってるわけです。外国の要するに株式等への投資はわずか 3.5% ということですから、日本国内で完結している限りですね、ハワイに行った人がラーメン2人で食って1万円近く払ったなんて話聞いても笑い話にしかならないというかですね。でそこでなんですね、我々が今議論しなきゃいけないのは正常な資本主義のあり方です。金融政策に過剰に依存してですね、調整インフレに持っていくっていうような方法論がいかにですね、このリフレ経済学なんていう形でバッコしてたわけですけど、真っ当な経済学の常識を取り戻さなきゃいけない。さらに言うならばですね、経済人の責任感ですね。で真っ当な産業政策、つまりマネーゲームの話ばっかりしてるっていうかですね、株と為替の話ばっかりしてる、この番組では触れざるを得なくなる。だけど本当はですね、技術とプロジェクトなんです。プロジェクトエンジニアリングの話にですね、比重がいかなきゃいけないと。これ政治セクターじーっと睨んでるとですね、これ与党だけじゃないですよ、与野党をこぞってですね、この暑い夏からこの秋口にかけてよく静かに見つめてみたら分かる、何の危機感もなくですね、もたれ合ってるっていうかですね、迫り来る解散の風だっていうんですね。それもですね、国民経済をかけた議論が盛り上がっての解散でも何でもないんです。党利党略、2ヶ月間ですね、夏休みのあるような職業なんて他にありますかってやつですね。いよいよ国会が始まるってわけだけども、しかもその国会議員に年間2億円の間接経費も含めて金かけてる。しかも繰り返し言ってますけれども、国会議員の数は人口比アメリカの2倍以上の国会議員抱えてるっていうかですね、政治改革をも含めてですね、本気で日本の資本主義の在り方、社会の在り方、それをですね、国家構想として議論しなきゃいけませんよねってことが言いたいわけですけども、この番組通じてですね、じわりじわりと、じゃあ要するに日本はこうすべきなんだっていう方向感をですね、しっかりとして議論していきたいと、こう思ってます。サンスター寺島実郎に直撃。寺島実郎に直撃のコーナーです。今回から私、東京 MX の風戸聖奈が進めてまいります。寺島さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回は今年9月に発売したばかりの歯周病予防ブランドガムの新シリーズをご紹介します。サンスターは歯周病の進行に伴い生じる歯茎と歯の悩みに向けたガムラボシリーズを開発し、ガム歯茎ラボデンタルペーストとガム知覚過敏ラボデンタルペーストを先月新発売しました。歯肉炎や歯周炎の総称である歯周病は、歯周病菌の増殖、歯茎の炎症、歯茎組織の分解の3つの要因で進行していくと言われています。
これらを踏まえ、ガム・歯茎ラボデンタルペーストは従来の歯周病菌の殺菌や歯茎の炎症を抑えることに加え、歯肉のコラーゲンを分解する歯茎分解物質の働きを抑えるため、ベータ・グリチルレチン酸を高濃度で配合し、歯茎下がりや腫れなどを伴う歯周病を防ぎます。私も使ってみたんですけれども、非常に口当たりが滑らかで、非常にもう毎日続けやすいなと感じます。これ新しいんですね、きっと。そうなんです、先月。僕はこのガムの液体の方のマニアックなファンだからですね私も愛用しております。生活習慣みたいになってますからですね、はい、サンスターが実施した調査によりますと、およそ6割の方が歯茎に悩みがあり、最も多いものが歯茎下がりだということなんです。歯茎下がりは加齢のほか、歯周病も原因とされています。ガム知覚過敏ラボデンタルペーストは、歯周病を防ぐ効果に加えて、歯が染みて痛みを感じる知覚過敏も予防いたします。またガムラボシリーズに合わせて、ガム歯茎ラボデンタルブラシも発売されました。こちらは毛先が3本に分かれた独自開発の超極細の弾力毛が歯茎に優しく当たり、歯周プラークを弾き出します。お口の状態やお好みに合わせて5種類からお選びいただけます。こちらも使ってみたんですけれども、歯と歯茎の間にぴったりとこう当たりまして、優しいんですけれども、しっかりと使い心地があるという、そんな感じに、はい。これらの商品はドラッグストアなど全国でお求めいただけます。それでは皆様からいただいた質問に参りたいと思います。59歳女性主婦の方からです。ロシア、中国、北朝鮮とアメリカ、ヨーロッパの対立、先進国とアフリカ、南米の格差など、さまざまな問題から分断の時代を実感しています。日本も子ども食堂や奨学金返済に苦しむ若い労働者などの貧困と、タワーマンションで暮らす富裕層などの格差を感じ、国民総中流と言われてきた一体感が崩壊を始めています。日本は豊かな社会体制を創出してきていると思いますが、これからも国民平等に安心して暮らせる社会を維持できるのでしょうか。日本人全体が今の長い経済不況で自信を失い、没落を予感し受け入れてしまっているように感じますと、ご意見をいただいていますが、そういうね、非常に問題意識を真剣に考えておられる方がこう出てきてんだなって僕も感じるんですよね。いや、そこでね、はい、大事なのはね、今日僕英国の話してきてるんだけども、はい、もし日本人がイギリスに学ぶものあるとすればね、大英帝国も没落なんて言われてるんだけども、やっぱり没落しながらも蓄積してってるソフトパワーっていうのかな、だか日本人ってですね、より豊かになればより幸せになれると思って生きてきた時代があったと思うんですよ。だけどその豊かさを超えてね、例えばですね、僕はそのレジリエンスっていうことに最近こだわってるんだけども、豊かさのための経済とか産業でじゃなくてね、例えば国民生活をより安定させてですね、何かことが起こった時の耐久力ですよね、レジリエンスっていうのは。例えば災害が起こった時とか、パンデミックが起こった時とかですね、でレジリエンスの高い日本国にしていくっていうことがね、国民の幸せをもたらすんだっていう考え方が僕大事だと思うんで、この番組でもそれをずっと追求していきたいと思ってるんですけどね、要するに我々の今まで考えてた方向感っていうのかな、豊かになれば幸せになるっていう時代からですね、一歩前に視界を広げなきゃいけない時に来てるんだなっていうのが僕の本音ですね。寺島さん、ありがとうございました。この番組では皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。寺島文庫ではこの番組のサポーターを募集しています。詳しくは寺島文庫ホームページをご覧ください。この番組はサンスターの提供でお送りしました。